ダークチキンゲットしたのでここで食べます。この治安悪そうなところで、はい、オープン。こんな感じ、うまそう。あ、すごいいい匂いする。ダークチキンとライスのセットで、後で値段出しときます。そう、あそこの店で売ってます。ここで焼いてる人がいるところ、ここで買います。ドクターペッパーです。はい、やばいよ、見て、撮って、見とけ。いただきます。うん、うまい。本場。本場の味がする。あと、みんな外国人だから、話してても恥ずかしくない。どうせ通じてないから。日本人がいるところよりも、俺大きい声で喋ってる。うまい。最高にうまい。この雰囲気だからうまいの。このなんか雰囲気が。うまい。うまいよな。あ、うまっ。めっちゃうまい。え、これ2700円してる。サーモン1個800円とかする。あ、じゃあ900円。あ、900円。900円安いよ。米がもうちょっと、米がもうちょっとあれだったら、これで900円だった。ライス付きじゃなかったら7とか。全然スパイスが違う。
だから。ここでジャークチキンが食べれます。すごいすごい空気。はい、そんな感じで空港通りからでした。ありがとうございました。路上にこれを、これあんのここぐらいじゃない。パトロンガールフ